秦野駅北口周辺のにぎわい創造を目指し、7月12日から社会実験がスタートしました。この社会実験は秦野市農業協同組合本庁支所の2階に秦野の未来ラボとして子どもの遊び場や休憩場所などを設置、利用者への聞き取りやアンケートなどを通じてにぎわいを生み出す拠点に必要なサービスを検証しようというものです。この社会実験は7月16日まで実施、14日には専門家によるヨガ教室を開くなど日替わりで様々なイベントを開催します。ぜひお立ち寄りください。